東口南総サンベルプラザモバラ駅は、千葉県モバラ市長歩にある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。島式ホーム2面4線を有する高架駅。駅舎は、高架下にあり、東口と南口がある。以前は、駅舎内に、立ち食いそば屋があったが、現在は閉店している。直営駅であり、管理駅として、本納納駅長者庁駅間の各駅を管理している。 駅舎内には、緑の窓口、自動改札機、自動券売機、指定席券売機が設置されている。高架下には、駅ビルアルカードもバラがあり、2012年6月6日に、リニューアルオープンした。2020年度の1日平均乗車人員は7676人で、ある。JR 東日本及び、千葉県統計年間によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。昭和60年版私有化車番号表、トワイライトゾーンマニュアル13年コッパブリッシング、2004年、茂原市役所茂原市の中心部に位置する。駅前広場が整備され、南口駅前には、南総サンベルプラザやイオンモバ茂原県、茂原三越などがある。茂原市役所は当駅の西およそ1 5トルの、 地点に立地する。毎年7月下旬には、茂原七夕祭りが行われる。主な商業施設三越茂原店出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。